はいどうも、車かきばワントクチューブです。今回はマイナーチェンジ行いました。ホンダの新型 NBOX カスタムスタイルプラスブラック、こちらに試乗させていただきます。まあね、もう動画ワントクチューブ見られてる方はご存知だと思いますが、私ワントクチューブ NBOX こちらと全く同じグレード購入いたしました。パチ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 、結局買うんかいと、いうことなんですけれども、まあね、ちょっといいねが2000超えたら、買うと宣言していた手前ですね、いいねが2600を超えて再生数もなんか20何万とかっていう風に回ってたんで、まあこれ民意としては買わなければなるまいよということで、まあ購入いたしました。まあただね、結構購入したのがまあ後の方だったので、納期的にはね多分4月以降とか3月ぐらいとかになっちゃうんじゃないかなと思っています。ではね、前期型2017年にデビューした、このね、NBOX なんですけれども、その2017年に私購入していました。で今回2021年の12月モデルを改めて4年数ヶ月ぶりに購入したということなんで、どれぐらい進化しているのかと、まあ内外装はまあもちろん進化してますが、果たしてどれぐらい違いがあるのか試してみましょう。それではエンジンかけてみましょう。ポチッ。はい、エンジン始動しました。こちらはねターボモデルとなっています。そして今まではね足踏みでガチャコンってやっていたパーキングブレーキなんですけれども、今回2021年12月の、マイナーチェンジ年次改良でめでたくついに電動パーキングブレーキ、そしてオートホールドつきましたよ。いやこれでもうね買わない理由がなくなってしまったという感じですね。そして、ね、出発する前なんですけれども、シートポジション、これだけがねちょっと残念ポイントになりますが、シートのリフト機構は備わっています。で、まあもちろん前後はね、調整するんですが、このチルトはあるけどテレスコがないと。これ N ワゴンにはテレスコチルト備わってるんですが、 NBOX にはですねテレスコがついてない。まあ、こう、前後がですね、いかないと、いうことで、そこだけがね、今回の、年次改良のネガじゃないかなと思うぐらい、他は不満がないモデルとなっています。それでは、まあ、ポジション合わせました。ちょっとやっぱ、足に合わせると手が遠いという感じにはなりますが、まあ、なんとかね、ポジション、やや、背は置き気味になりますけれども、シートバック置き気味になりますけれども、ポジション調整できました。それでは、D レンジに入れて、アクセルペダルをポンと踏むと電動パーキングブレーキ解除されて走り始めました。いやー久しぶりの NBOX ですけども、嬉しいですね。電波ついて、まあ、電波鏡と私自称していますが、電動パーキングブレーキとブレーキホールドない車は買わない鏡という宗教を入信していますので、2017年当時はねまだちょっと入信してなかったんで NBOX 買いましたが、今となってはね電波がついていない NBOX 買えなかったんですが、今回めでたく電動パーキングブレーキついたということで、購入できました。そしてね今回ディーラーさん漕ぎ出していきますが、いつものお世話になっている浦和溝の店さんではなくですね、NBOX カスタムのこのスタイルプラスブラックの、試乗車が入っている店舗がですね、まだまだ限られていてお客さんの納車を優先しているということで、今回和光中央店さん営業さん紹介していただきまして、試乗させていただいております。ありがとうございます。いやこちらも綺麗な店舗でしたよ。おしゃれな改装が行われてね、おしゃれカフェみたいな感じになってた店舗でしたが、そして今走り始めました。で今信号で止まっていたので、ブレーキホールド一回押しておくとですね、ブレーキペダルから足を離しても停止状態が保持されるというね、これが電波電動パーキングブレーキとオートブレーキホールドのまあ、一番のメリットだと思います。これがついたことで、街乗り最強だった NBOX、唯一の弱点と言ってもよかった、まあ、ブレーキホールドがついていないと、やっぱストップ&ゴーが多いようなシーンではですね、やっぱり信号停止時の時に、まあ、ブレーキペダルから右足が解放されるというのはもう一度味わってしまうと、もう、もはやなしの車には戻れないというぐらい、便利な機能となっていますので、それがね、今回ついたということで、もう本当に買わない理由がないモデルになっています。そして今走り始めましたが、そうですね、ブレーキタッチとかは初期型の私が乗っていた NBOX ってちょっと制動力が弱くて、おっとっと止まんねえっていうような雰囲気がありましたが、こちらの、
後期モデルと言っていいんでしょうかね。2021年モデルでは、まあブレーキペダルに関しては結構まあがっつり効いてますね。うん。で、やっぱターボ、いいですよ。うん。N ボ、買うんであれば、カスタムターボの白か黒をおすすめしたいですね。リセールが、初期購入費用以上に差が出ますので、悩んだら、私と同じモデル買っておけば、まあ間違いないというのはありますが、まあ NBOX 買うんだったら、カスタムターボ、白か黒をおすすめします。で、今回スタイルプラスブラックというね、特別使用車出てますが、これもね、なかなかかっこいいですよね。今ね、こうやって山坂道というかですね、アップダウンがある、道を走っていますが、これ下りになるようなシーンではね、やっぱパドルで、減速できるとありがたいですよね。NBOX カスタムターボにはパドルもついているということで、微妙なね、エンジンブレーキを効かせやすい、状況になっています。そして、坂道を登るような、シーンでもですね、やっぱターボモデルだと、もうトルクの出方が、全然やっぱ NA より違いますんで、今もこう坂登ってますが、2000回転回さずにですね、ぐいぐい登っていくと、そして、回転数上げなくて、前に進みますので、より静かというところで、やっぱターボモデル選んどいた方がいいかなと思います。でも、NA もですね、他のメーカーの軽自動車に比べると、ホンダの NA は、はるかに力強い、まともに走ると言っていいと思います。他のメーカーの NA って、結構踏まないと、坂登んないとか、エアコンつけてたり、多人数乗車してると、本当にエンジンがなって前に進まないみたいなことありますが、ホンダの NA は、そんな中でも結構力強い部類になるので、まともに走ると、思ってもらっていいので、NA を選んでも全然悪くないんですが、売る時のことまで考えると、ターボと NA の価格差以上にターボの方が高く売れるので、個人的にはターボ購入しておいた方がいいかなと。そして今、信号で止まったので、アイドリングストップして、ブレーキホールドボタン押していますので、ブレーキペダルから今足を離しても、このように停止状態が保持されます。ようこそ電波の世界へという感じで、NBOX にもついに電動パーキングブレーキつきました。で、アイドリングストップも今しているので、アイドリングストップと両立しているという形になっています。で、再発進の時にはアクセルペダルをポンと踏めば、アイドリングストップと電動パーキングブレーキが解除されて、オートホールド解除されて、前に進むことができます。昨今、軽自動車でも、電動パーキングブレーキとオートホールドついてる車だいぶ増えてきましたね。まあ、日産のデイズとかが、早かったと思います。あと、まあ、三菱が OEM で、供給されている EK ワゴン。そして、ルークスと EK スペース。さらに、ダイハツでも、マイナーチェンジしたタントにもつきました。さらに、タフトにも、電動パーキングブレーキついてました。なので結構ね、最近の車、どんどん電動パーキングブレーキついてますよね。そしてホンダでも N ワゴンを皮切りに、最初ちょっとスタモンダありましたけども、不具合が出たりとかね、ありましたけども、N ワゴン、そして N1 にもつきました。そして NBOX についたと。2020年の12月にも、ビッグマイナーチェンジをして、フェイスリフトを行ってましたが、その時、開発者の方に、電波つかなかったんですねって私実は質問したんですよ。そしたら間に合わなかったみたいなニュアンスのことを言われていて、あ、じゃあやっぱフルモデルまで待たないといけないんですかねって言ったら、それはご期待くださいみたいな、ちょっと含みを持たせたような言い方されてたんで、まさかマイナーチェンジを行ったすぐに電波つくかなって思ってたら、そのまさかで1年後に、まあ、年次改良で電動パーキングブレーキついちゃったということで、ちょっと去年買われたオーナーさんはぐぬぬ案件だと思うんですけども、まあ、最悪ですね、NBOX リセールが良いというのもありますし、今、昨今、軽自動車の中古価格もめちゃくちゃ上がってます。まあ、軽に限らず中古車の相場めちゃくちゃ上がってて、NBOX の、まあ、カスタムとかね、NBOX であれば結構高く売れますんで、1年乗って、ほとんど値下がりせずに買い取られる可能性もあります。まあ、ディーラーさんに言っちゃうと、ちょっと値下がる可能性はあるんですけど、もうもはやワンソク方式としてお馴染みになってきている、買取店の、まあ、一括査定必勝法、あれでやれば、結構、買った値段と値落ちせずに売却することができるんじゃないかと思いますので、
それでもう一回電波のついた NBOX に最悪買い替えるっていうのも全然ありだと思います。そのワンソクの買取費商法に関しては下の動画の概要欄とトップコメント固定で貼っておきます。で、私が購入した NBOX カスタム、スタイルプラスブラックの、見積もりも、トップコメント固定で貼っときますので、ワンソク方式の一括査定も合わせて試してみると結構ディーラーの査定よりひどいと100万変わるんで、今回も私100万以上変わりましたんで試してみる価値あると思います。そして今、NBOX カスタムターボで、会長に走っていますが、気になる点としてはですね、やっぱちょっとステアの中立付近のやっぱ座りがちょっと心もとない。だからこれぐらい切っててもまっすぐ進んでるんですよね。だから遊びがちょっと多い。これは前期モデルからそうですけども、この辺はまあ昨今の国産車でもステアリングの座りは結構どっしりしてきてる中で結構遊びが多いなという感覚はありますね。まあ街乗りの送り迎えベストな軽自動車なので、まあ、そこまでどっしりしてなくてもと思うところではありますけども、まあ、もうちょっと中立の座りがどっしりしてるといいなと思うところですね。ただ反面ステアは結構軽めのソーダフィールとなっていますので、まあ、奥様とか女性が運転される場合でもですね、結構軽く、駐車するときとかの切り返しとかでもソーダできる軽さはあると思います。そして今回のマイナーチェンジを機に電動パッキングブレーキとオートホールドつきました。なのでアダプティブクルーズコントロールも全車速対応渋滞追従機能つきました。で、本来は高速道路とか自動車専用道路で試すものですけども、ちょっとここで試してみましょう。このメインというボタンを押しのセットとやると今30キロ未満だったので最高速度30キロで今クルーズが始まりました。そしてこのレーンキープボタンみたいなのを押しておくとレーンの中央を維持して走ってくれますが、まあ残念ながらレーンキープアシストはですね、全車速追従ではなく60キロとか65キロ以上じゃないとドイツ車線内を維持する機能はありません。ホンダはね、シビックとかではつきましたが、まあベゼルはじめこちらの NBOX も65キロ以上じゃないと多分レーンキーピングアシストシステムは作動しないと思われます。まあただはみ出し抑制とはみ出し警告はありますので、はみ出しそうになったらピーピーピーという機能はついてます。そして今ね、30キロ未満のノロノロ運転ですが、このように今、私アクセルもブレーキも踏んでません。でも、前の車に追従して、クルーズコントロールできているということで、渋滞追従のアダプティブクルーズコントロールも備わりました。これはグッドポイント。もちろん停止保持機能もついているので、前の車が停止したら自分の車も停止して、で再発進するときはこのリジウムボタンっていうのを押す必要がありますけども、あとアクセルペダルをポンと踏めば追従が再開します。これもね、やっぱ停止保持機能ついてるといいですよね。はい、今前の車に追従して止まりました。で、私アクセルもブレーキも踏んでませんが停止保持されています。そして前の車が走り始めたのでリジウムボタン今ポチッと押すと追従が再開しています。これもやっぱ全車速追従タイプのアダプティブクルーズコントロールついている恩恵ですよね。はい、そして今、ちょっとね裏道を走っていますが、乗り心地に関してはですね、結構ふんわり、いなしてくれるような感じになっていて、コツコツ来るような、不快な硬さとかはないですね。こちら15インチターボモデルは履いていますけども、そういう不快な硬さとかがないのはいいですね。私が乗ってた前期モデルは結構サスペンション周りなのかフロアなのか、なんか結構ギシギシいう音が出てましたけども、それもランニングチェンジで改良されていってですね、そういった不快なギシギシ音とかですね、なんかそういう硬さみたいなものはもうもはやないという感じで、ちょっとやっぱボディ上や背が高いのでこうふんわりする感じはありますけども、不快な感じはないですね。角がと丸められている乗り心地になっています。ただやっぱステアがちょっと軽いので接地感という意味ではだいぶ希薄な感じになるので、まあ背の高さとタイヤの細さも相まってですね、やっぱちょっと無茶な運転
はしない方がいいかと思います。ただ、私前期モデルの Nbox、2年半乗ってましたけども、高速とかも結構いける。これは、実際に Nbox で高速乗ってみて、あ、結構、まともに走るというか怖くないじゃんって思った、記憶があります。もちろん過信は禁物ですけど、ターボだったら、合流加速とか追い越し加速とかも結構機敏に走ってくれますし、車速が上がってくるともう少し、ステアとかの、中立付近とかもどっしりしてくるので、まあ、そういう意味ではね、高速から街乗りまで幅広く、1台でこなせる、まあ、マルチパーパスカーと、街乗りだけに限らずですね、メインカーとして使っても全然、おかしくないというかですね、使用に耐える軽自動車、プレミアム軽自動車と言ってもいいと思います。 Nbox に関してはほんとよくできてる。だからこれ一回買っちゃうと、あまりに便利すぎて手放せなくなるというのと、あと Nbox しか乗らなくなるというちょっと呪いのようなものもあってですね、私もそうでしたけども、他のオーナーさんでもですね、レクサスも持ってるし、奥さん用に Nbox 買ったんだけど、もうもはや自分も Nbox しか乗らなくなったみたいな人もいるぐらい、もうめちゃくちゃ便利に使えてしまうので、もうどこにでもスッと行ける、もうほんとサンダルみたいな感覚で、ちょっと出かけるのにめちゃくちゃストレスなく、出かけられるっていうのは本当何事にも変えがたい性能だと思うんですよ。私いつもコンパクトカーとかコンパクトであるっていうことは、もうそれ自体がもう優れた性能だっていう風に言ってるんですけども、まさにそれを体現しているのがこの Nbox だと思いますので、もう本当に便利。やっぱどんなとこでも臆せず走っていけるっていうのは、山道とかね、ダートとかは別ですよ。例えばもう都市部の商店街であるとか、めっちゃ狭い駐車場であるとか、そういうとこでも臆せず走っていけるっていうのは、ほんとストレスフリー。都内とか行くにも、もうどんな小さい駐車場でもどんと来いっていう感じで、もう Nbox であれば楽々行けるので、でかい高級車とかでそういうとこ行くと、もう駐車場止めるときにもう、当て逃げされないかとか、ドアパンチされないかとか、カバンで引っ掛けらんないかとか、そういうストレスがめちゃくちゃあるんですけど、Nbox だったら車体自体が小さいので、まあ、隣のドアも開けやすいですし、自分のドアも開けやすいですし、まあ、当てられる、面積も小さいし、前に出っ張らないんでね、ぶつけられるリスクも下がりますし、あとは最悪ちょっと擦られたりぶつけられたりしても、修理費がだいぶ軽自動車なので安いという、そういうね、ストレスフリーな部分もあるので、ほんと便利。で、軽のスーパーハイトワゴンっていうカテゴリーは、まあ未だにやっぱ大人気で一番売れている国民車と言っても過言ではないと思いますが、まあ Nbox を筆頭にですね、スペーシア、スズキのスペーシアですね。そして、ダイハツのタントと、そして日産のルークス、三菱の EK、スペースと続くわけですけども、まあ中でも不動の1位が Nbox だったと。で、タントが2020年、9月のマイナーチェンジで、上位モデルのみ、電動パーキングブレーキがついたということで、安いモデルにはつかなかったんですよね。それに対して Nbox は、全グレードで電動パーキングブレーキとブレーキホルトついたというところも結構タントに対する大きなアドバンテージになりますし、そもそもスペーシア自体電動パーキングブレーキはついていないという形になってますので、1、2、3位の中ではさらに Nbox が商品力を高めてきたというところです。で、私は個人的に結構ルークス押してたんですよ。電動パーキングブレーキもついてるし、プロパイロットもついてるしということで押してたんですけども、今回 Nbox にもやっぱ電動パーキングブレーキは全グレードについてしまったことで、確かルークスもなんかプロパイとかをつけないと電動パーキングブレーキつかなかった気がするんですけど、ちょっと間違ってたらごめんなさい。Nbox では全グレードで、電動パーキングブレーキがついたということで、ホンダの本気を伺える、まあ今回の大きすぎる年次改良だったと思います。
そしてね、もう NBOX 2年半、もともと乗ってたオーナーとしても、いいところはもう本当に分かり尽くしてるんですけども、それはまあ内外装編でも見ていただければと思いますが、やっぱこのメーターですよね、このヘッドアップディスプレイいらずの上の方に配置されたメーターも、視認性は良いですし、地味にすごく個人的に推してる機能としてはこの天気予報。これめちゃくちゃ便利すぎるやろって感じですよ。やっぱ外気温出てる、今日と明日の天気予報、さらに最高気温、最低気温、降水確率も出てる。さらに、注意報、警報が発令された時には、読み上げてくれるという便利すぎる機能がついているので、よくね、仕事から帰ってきて、駅に車止めててですね、車に乗り込んだ瞬間に、埼玉県南部に大雨洪水警報が出てますとか、雷注意報が出てますとか、声で案内してくれるんですが、その時雨が降ってなくても、その風に警報発令されてると教えてくれるんで、やべえ、早く帰って洗濯物取り込まなきゃとかね。あと朝、会社に行く時に車に乗って、大雨警報出てますとかっていうと、やべえ、傘持っていかなきゃとか、そういうような備えもできたというところは本当にね、優れてる機能だなと思いました。まあ、これは、ホンダの他のインターナビがついてるモデルではですね、警報とかが発令されると読み上げてくれる機能はついてますが、このメーターのマルチインフォメーションディスプレイに天気予報を表示してくれるモデルは NBOX だけなんですよ。 N ワゴンにもついていない、 N1 にもついていない、 N 版にもついていない、ベゼルにもついていないということで、 N ボだけが備えているこの天気予報をメーターに表示する機能、これはめちゃくちゃ本当便利だった。他のモデルにもぜひ採用してほしい、ホンダさんって感じですね。まあ、といった感じで、ホンダ NBOX、走りの評価してみましたけども、前期モデルに比べてやっぱ乗り心地とかですね、フロアの剛性とかは若干上がっているなと思いますし、あとやっぱライバルメーカーよりもやっぱホンダはエンジン屋ですので、NA にせよターボにせよ力強さ、扱いやすさがある、軽自動車になっていると思います。そして今回電動パーキングブレーキがついて、アダプティブクルーズコントロールも全車速追従対応になったということで、もはや資格なしかというところで、本当不満としてはテレスコがついてないぐらいじゃないのかなって思うぐらい、不満らしい不満が見つからない、軽スーパーハイブリッドワゴンになっていると思います。気になっている方はね、ぜひ試乗見積もりされてみてはいかがでしょうか。これからもね、頭おかしいレベルで車買って、日本経済回しながらですね、皆さんの物欲を刺激して、1台でも多く車が売れる世の中にしていきたいと思っています。車でも何でもね、欲しいと思った時が買い時ですからね、車買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車カーチューバーワントクチューブ、次回もお楽しみに。